次に伊藤国議員に質問を許します。伊藤国議員。私は日本共産党会津若松市議団の一員として先に通告した事項について質問をいたします。先日保育システム研究所代表の吉田正幸氏の講演を聞く機会に恵まれました。そのお話の中で私が一番共感できたことは、少子化に歯止めがかからないその原因は労働環境の悪さにあるというところです。例えば子育て中の労働者には残業はさせないような法律を作る、さらには時間短縮や時間有給休暇が取れるようにすれば12時間もの長時間保育は避けることができます。育児休業を誰でもが1年取れるようになれば0歳児の保育は必要なくなります。せめて6ヶ月でも休むことができれば、産休明けの2ヶ月時の保育のリスクは回避することができます。病児保育所の要求は大きいですが、これをたくさん作るより、病気の時ぐらい親が仕事を休んでそばにいて看病できる労働条件を構築する方が、子育て支援として親子ともに幸せな方法だと思います。しかしこれはなかなか困難なことです。私はこの3つとも自分でしないで保育園に頼って子どもを育ててまいりました。しかしこのままでは保育への負担が重くなりすぎています。少子化の対策は子ども化だけでなく雇用環境や労働者福祉の分野でしっかり取り組むべきではないでしょうか。本市の長期総合計画の中での政策の柱の1番目は、子育てがしやすい町をつくる。基本施策は、1-1-1は、少子化対策を推進するとなっております。子育ては親の都合、少子化対策は国の都合。当の子どもたちはどんな状況にあり、今何が一番必要なことなのか、より良い環境にあるのかを、把握した上で長期総合計画を見直してほしいと思います。市長よろしくお願いいたします。会津若松市の子どもをどんな子どもに育てたいのか、子どもの育ちをどう支援するのか、心身ともに健やかに成長し豊かな人格形成のできるまちづくりとして子どもを主役に据えた施策づくりをするところが子ども課であると期待し、以下質問をいたします。まずはじめに、子ども課の役割についてのうち、少子化対策について4点伺います。少子化対策の成果を図るための指標に挙げられているのは、出生率、保育所待機児童数、子どもクラブの待機児童数です。平成23年度の行政評価においては、すでに保育所が待機者数ゼロ、子どもクラブの待機者はあと5名、となっており、平成28年度までにこれを解消すれば目標は達成できるという見込みです。これで出生率が上がり少子化に歯止めがかかると考えていらっしゃいますか。認識をお示しください。次に、待機者数がゼロになっているといっても潜在的な待機者は存在していると考えます。希望する地域の保育所が空いていないため、距離的、時間的、経済的に無理をして働くことを強いては、第2子、第3子を出産する意欲が薄れて、少子化の原因ともなりかねません。その観点から見れば、まだまだ保育所は不足していると考えますが、いかがでしょうか。認識をお示しください。保育は子どもの育ちを支える大事な仕事です。保育の質の向上は、
子どもを産み育てる意欲を高める大きな要因になりうると考えます。公立保育園、民間保育所、僻地保育所、認可外保育所、公立幼稚園、私立幼稚園、家庭保育、そのどこにいても本市の宝ともいえる子どもに対して市は公平に質の良い保育を与える必要があります。これらの実態の把握はどうなっているのか、現状と今後の進め方への考えをお示しください。さらに子育て支援のセンターとして、そして保育環境、保育内容等の充実などについての指導援助の中心的役割を果たすために、公立保育所にセンター機能を持たせることが必要と考えますが、それについてどのようにお考えか認識をお示しください。次に会津若松子どもプランの進捗状況についてお伺いいたします。先日中学生の問題行動が起きたとき、当事者の一方が一人親家庭の子であることが取り沙汰され、一人親家庭への支援が足りなかったというのですが、私は両親が揃っていても同じだと考えます。幼児の時に保育に欠けている子は小学生、中学生、高校生になっても親の労働状況が変わらない限り保育に欠けている可能性が高いということです。居場所、相談相手などへの支援が必要です。そこで3点質問いたします。一人親家庭への支援について、女性福祉相談や児童扶養手当、医療費助成事業等は18歳に到達するまで支援されています。しかし保育は小学校3年生までです。中学生、高校生、成年までの施策が少ないというか、ないに等しい状況です。子どもとは0歳から18歳までであり、中学生、高校生、青少年に関しても一貫した流れとして子ども課が基本施策を持ち管理をすべきと思いますが、どうか考え方をお示しください。さらに子どもクラブの利用年齢を6年生までに拡大すべきと考えますが、いかがでしょうか。見解をお示しください。さらには中学生や高校生、若者の居場所づくりが必要と考えますが、いかがでしょうか。見解をお示しください。3つ目は幼児教育振興プログラムの進行状況についてお伺いします。まず幼児教育の進行とは何ですか。保育の質の向上とはどう違うのでしょうか。認識をお示しください。またこのプログラムの進行によって具現化された内容を具体的にお示しください。2つ目の質問は教育環境の充実についてです。学校給食の充実についてお伺いいたします。平成23年度の事務事業評価の中で、新規事業として新学校給食センター新設事業についてこのように書かれております。今後の本市全体の学校給食施設の整備や配置の在り方を見直しする中で、市の中心部に新たな給食センターを整備することを柱に、効率的で安全な給食体制の構築を検討する。その事業実施の背景としては、学校給食施設、特に自校方式の老朽化が進み、維持管理コストがかさんでおり、また人件費削減やコストの低減が進まない状況にある。さらに少子化に伴い、将来的に必要とされる給食提供数は減少の傾向にある。こうした中で新たな給食施設の整備が求められているが、狭隘な学校施設の効率的な使用のため、自校方式から転換し集約した給食センター化を検討する必要があると書かれてあります。私はここで全く正反対の決断をされた市長をご紹介したいと思います。長野県上田市の市長の談話より抜粋いたしました。
公立至上主義、偏差値主義の偏差値中心の教育の結果、学級崩壊、少年犯罪の激増となったのではないかと考えている。自校方式は金がかかるが、豊かな食事によって豊かな心、人格が形成される。21世紀を担う子どもたちの人格形成のためならば、教育費の増加は未来に対する効率的な投資と言えるとおっしゃって、センター化から反対に自校方式への変更の方向性を示しています。上田氏は小中合わせて36校、子どもたちや保護者からも自校給食を続けてほしいとの声が多数寄せられたことも市長を動かした要因であったとお聞きしています。もう一つは広島県廿日市市の場合、ここは市の職員組合が積極的に取り組んだそうです。学校給食は教育の一部、食は命をスローガンに、学校は災害時の避難場所、地産地消の推進の中心、安全安心の食料の確保、地域農業の振興の中心などの考え方から自校給食を進めてきました。センター化の方針が出されたとき、自校給食を残してくださいという子どもたちの声を、自校直営だからできることがたくさんあるんだと職員組合が後押しし、地元の安価で新鮮な食材を使い、合成洗剤から廃油石鹸へ切り替え、地元の無添加の調味料を使用し、安全を貫いているそうです。そこで質問いたします。各条小学校の建て替えにあたり、給食室のない学校になるという計画が示されました。今後は新学校給食センターを建設し、将来的に予定されている他の小学校も給食室のない学校にする計画であるということです。どこでどのような検討をした結果、出された方向性なのか、見解をお示しください。食育としての給食の重要性を鑑みれば、自校給食とすべきであると考えますが、いかがですか。見解をお示しください。と、3つ目の質問は消防防災体制の充実についてです。その中でも行政と住民が一体となる防災意識についてお伺いいたします。東日本大震災を経験して、今地域住民の中では防災意識が高まっています。地震の後に怖いのは火災です。道路が寸断され消防車が来ないということも想定しなければなりません。今年の6月、間宮新町では消火訓練を実施いたしました。消防署の小松出張所の職員の方に講習していただき、地元の消防団の皆さんに模範演技を見せていただき、住民自らも家庭用の消火器の操作方法と消火栓の操作方法を学びました。女性の参加が非常に多く、いざという時には協力して操作できるという自信が持てたと言っています。日頃の学習や操作実技の講習は、いざという時に生きる地域の底力だと思います。さて、そこで質問です。本市には1968基の消火栓が整備されております。この消火栓やポンプやホースがいざという時に本当に使えるのか、不具合がないのかについて地域の住民が心配しております。ホースはすでに25年から30年経過しているものがありますので、消防署や地元消防団の仕事として安全確認、使用実態などのチェック体制はあるのでしょうか。課題と今後の方向性をお示しください。さらに、住民自らが自主的に取り組めるメニューを提案し、実際に活動してもらうことこそが防災意識の高揚になり、コミュニティの形成にもつながり、効果的であると考えます。今後どのように進めていくおつもりか、方向性をお尋ねいたしまして、私の壇上よりの質問を終わります。市長。伊藤邦議員のご質問にお答えをいたします。
行政評価の成果指標の目標値達成による少子化の歯止めについてであります。少子化の原因としては、子どもの預け先がないこと、子育ての経済的な負担が大きいこと、仕事と子育ての両立が難しいことなど、さまざまな要因が挙げられます。行政評価の指標につきましては、こうした要因の中で数値化が可能なものを用いており、保育所や子どもクラブの待機児童の解消も、出生率上昇に寄与する一つの要因であるとの認識のもと採用しているものであります。次に、保育所不足の認識についてであります。特定の保育所を希望されるいわゆる潜在的待機児童は、今年度に入り増加傾向にあります。市全体では、市の周辺部に立地している保育所など、受け入れ可能な保育所はあるものの、自宅または勤務先に近い保育所への入所希望が多いことから、地域によっては保育の需要が供給を上回っているケースもあると認識をしております。次に、保育の実態の把握の現状と今後の進め方についてであります。公立認可保育所、公立幼稚園、私立認可保育所、僻地保育所につきましては、市が直接または委託及び指定管理により保育を実施しているため、実態を把握しておりますが、認可外保育施設、私立幼稚園につきましては、施設と保護者との直接契約により入園していることから、実態の把握は難しい現状にあります。また、家庭保育につきましても、乳児家庭全戸訪問や子育て支援センターの活用により、問題等の把握に努めておりますが、十分な実態の把握は困難な状況にあります。今後の進め方といたしましては、今般成立いたしました子ども・子育て関連三法により、各施設と市の関わり方も変わっていくものと認識をしております。次に、公立保育所にセンター機能を持たせることについての認識であります。中央保育所の子育て支援センターは、市内の子育て支援センター職員等を対象とする研修会を実施するなど、民間の子育て支援センターの先導的な役割を果たしているところであります。今後ともその取り組みを継続するとともに、各保育所などとの連携を強化してまいりたいと考えております。次に、子ども課における18歳までの一貫した基本施策と管理の必要についてであります。現在、市の子育て施策につきましては、会津若松子どもプラン後期行動計画に基本施策及び取り組みを掲げ、全庁的に事業を実施し、子ども課が進行管理を行っているところであります。各施策につきましては、特に小さいお子さんをお持ちの保護者が、さまざまな子育て支援策を必要としていることから、保育サービスや子どもクラブなどの低年齢児童にかかる取り組みが多いところであります。今後は教育部門などの関係機関とも連携しながら、さらに幅広い年代の児童を対象とした施策を展開できるよう努めてまいります。次に、子どもクラブの利用年齢拡大についてであります。子どもクラブにつきましては、原則として小学1年生から3年生までの子どもを対象としており、一部では待機児童が発生している状況もあります。今般、子ども・子育て関連三法では、対象者が小学生全般に見直されることとなりましたが、利用年齢の拡大にあたっては、施設の整備や確保が大きな課題であると認識しております。今後は法改正の詳細がまだ示されていないことから、情報収集に努めるとともに、対象年齢拡大についてのニーズの把握や、運営手法の研究などに取り組んでまいりたいと考えております。次に、中学生や高校生、若者の居場所づくりについてであります。本市では、0歳から18歳未満の子どもに健全な遊び場を与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として、4箇所の児童館を設置し、中学生や高校生にも利用されているところであります。また、会津蛍光堂においては、音楽スタジオや健康スタジオ、
図書館なども中学生や高校生、若者の居場所の一つとして活用していただいているものと認識をしております。なお、その他のご質問については、教育長及び主幹者よりお答えを申し上げます。教育長。お答えいたします。幼児教育の振興と保育の質の向上に対する認識についてであります。小学校就学前の子どもに対する保育とは、衣食住の世話をする養護と言葉や生活に必要なことを教える教育の機能を併せ持ち、心身の発達を促すものと考えております。また、幼児教育とは、家庭、地域社会、幼児施設の3者が、それぞれの機能を発揮し、それらがお互いに補完し合いながら子どもを保育することであり、それを推進することが幼児教育の振興であると考えております。このようなことから、幼児教育の振興と保育の質の向上は不可分であり、一体的に推進されるべきものと認識しております。次に、幼児教育振興プログラムにおいて、具現化された内容についてであります。幼児教育に係る各種施策につきましては、プログラムに掲げました幼児教育の機会の拡大など、6項目の重点事項に基づき取り組んでおり、施設の設置者等に対しましては、認定こども園設置の支援や、心身障害児教育費補助金の創設、運営費補助金の拡充などを実施しました。さらには、地域における子育て支援の拠点づくりを目指した施設の改修や、親子ふれあい文庫の設置などに取り組んでまいりました。また、こうした施策に加えて、保護者などに対する支援窓口の一本化を図るため、子ども課の設置なども図られてきたところであります。教育部長。お答えいたします。学校給食施設の整備についてであります。本市の学校給食を取り巻く状況については、調理設備の老朽化や施設の競売などの課題が自校給食の調理場において顕著となってきているところであり、維持管理経費の増加が大きな課題となっていると認識しております。また、少子化に伴い県の配置基準に満たない学校におきましては、学校栄養士が引き上げとなっており、市独自に学校栄養士の配置を行わざるを得ない状況となっております。各条小学校の改築に伴う給食については、これらの課題への対応に加え、学校敷地が競売であることなどを踏まえ、会津若松学校給食センターからの配送により実施することとし、保護者や地域への説明を行いながらご理解をいただいているところであります。また、市の全体的な施設整備につきましては、各条小学校同様の課題に加え、今後の放射性物質検査体制も含め、各学校や保護者及び学校栄養士等の意見も踏まえた上で、方向性をお示ししたいと考えております。次に、自校給食についてであります。生産者や調理員の顔が見えるなどの食育の観点、及び適温給食の提供が容易な点が、自校給食の良さであると考えております。一方、本市の自校給食の現状は、先に申しましたとおり、安全対策や効率的な学校給食の運営の面から課題が多いものと認識しているところです。教育委員会といたしましては、安全・安心な給食の安定的な提供を基本として捉えておりますことから、その趣旨に沿った学校給食のあり方を検討してまいりたいと考えております。市民部長。お答えをいたします。消防用設備等のチェック体制についてであります。まず、消火栓につきましては、毎年1回消防署が検査を行い、安全を確認しているところであります。また、消防団配備の消防ポンプは、市が毎年ポンプ性能検査を実施しているほか、各消防団におきましても随時点検を行い、その結果を市に報告しております。
放水につきましても、消防団が点検時に水漏れ等を確認し、必要に応じて修理や更新をしております。次に、消防用設備等にかかる課題と方向性についてであります。まず、基幹水位であります消火栓につきましては、設置基準を満たしていない箇所があることから、今後とも順次整備を進めてまいります。また、ポンプやホース等の設備につきましては、消防ポンプ車などの基幹的な設備を優先した上で、使用頻度や故障の内容等を勘案し、緊急性の高いものから更新してきた状況にあります。その結果、地域の更新等の要望に十分対応できていない面もあるところから、今後とも消防設備等の計画的な更新に努めてまいります。次に、住民の防火意識の向上を図るための取り組みについてであります。災害の被害を少なくするためには、住民個々の防災意識を高める自助や、地域コミュニティの中で支え合う共助を進めていくことが大切であると考えております。そのためには、地域の方々にとって身近な取り組みを防災体制の核となる消防団員と一緒に行うことが有効であると考えております。例えば、消火器を使った消火訓練、水害や火災等を想定した個々の役割分担や避難経路の確認、さらには地域の防災マップ作りなどは有効な取り組みであると考えており、こうした住民自らが主体的に取り組める活動を通して、地域の防災力を高め、本市の防災体制の充実を図ってまいります。以上でございます。伊藤国議員。一定のご答弁をいただきましたが、再質問をさせていただきたいと思います。まず最初に、一つ目の保育所についてでございますが、市長のご答弁では、保育の不足は潜在的に存在しているという認識をしっかりしているということで、安心いたしました。この度の国の動きによっては、いろいろ動き出すことが多くあると思うんですね。で、国の施策はどうしても保育の質を下げる安上がりで、そして企業の参入なども容易にできるような制度にこう変えていこうという動きがありますので、そうではなく、会津若松の子どもをしっかり育てるための保育の質を守るためにご尽力をいただきたいというふうに思いますが、先ほどのご答弁の中で、市の保育所以外のところで幼稚園とか、無認可、認可外の保育所のところは、実態把握は難しいというご答弁でしたが、この点に関しては、ここに、こういうところに預けなきゃならない人ほど、労働条件が過酷であったり、いろいろなことで、大変なことを背負っている人が預けざるを得ないというような、子どもの実態としては、一番そこが目をかけて見てあげなければならない子どもたちであることの可能性が高いんですね。で、ぜひ、この私立幼稚園の預かりの実態、また認可外保育所の実態などをきちんと把握できる子どもか、つまり全員の子どもですね、その同じ年齢の子どもがどこにいようとも、市がきちんと実態を把握して、支援ができるという体制をぜひ作ってほしいと思いますが、それについて認識をお伺いしたいというふうに思います。それから、子どもクラブのところでございますが、これも国の動きがありますので、ぜひ早めにニーズの把握をしていただいて、これから施設を作る、増床するというようなことも可能になる予算付けなどがあると思いますので、会津若松市内の子どもたちの学童クラブに対するニーズの把握をきちんと支給してほしいというふうに思います。で、私が子育てしたときは、6年生まで子どもクラブに入れられる学童クラブでしたが、だからといって全員の子どもが来るわけじゃないんです。やはり親がどうしても子どもをそういうところに入れて、きちんと目の届くところに置きたい、また子ども自体が一人では寂しいとか、事情をお持ちの方が
を応募してこられますので、3年生までの子どもがその数がそっくり6年生まで残るということはありませんが、ただどうしても必要なものだと思いますので、至急6年生までの展開を検討していただきたいというふうに思いますので、それについても見解をお示しいただきたいというふうに思います。それから、先ほど教育長からご答弁ありました、保育と幼児教育は一体的であるというご答弁をいただきましたので、私本当にそれでいいと思います。ただその基本施策を示しながらも、会津若松市においてはまだまだ幼稚園と保育園を別な扱いをして進めてきているという実態もございます。で、先に作った認定こども園の3園については本当に待機児童の解消のためには役に立った中身じゃないかと思いますが、ただこれは保育が必要な子どもが行くところですので、それを運営しているのが幼稚園が経営する保育園でございますが、幼稚園もきちんとその保育と教育の中身をきちんと確認した上で保育に当たっていただけるような支援が必要だというふうに思っていますが、それに関しては今回教育委員会さんではお答えにはなれないと思いますので、先ほどの保育の質を下げないという点での公立の保育園の役割などの中に幼稚園は入らないというご答弁でございましたが、そこも含めてきちんと幼稚園の経営する保育園の保育の質についてもきちんと状況を把握して手立てをしていただきたいと思いますが、それは可能でしょうか。答えをいただきたいと思います。で、最後の防災体制でございますが、部長のご答弁で確認一つしたいんですが、旧会津若松市の市民は消火栓は消防署と消防団が使うものというふうに認識していると思います。しかし先ほどご紹介しました旧北会津村におきましては、平成元年に自衛組織をきちんと作って自らやろうというような村の考え方でもって、ホースが消火栓の脇にきちんと配備されております。で、確認したいのはこのホースに関しても住民がきちんとチェックをして老朽化もしくは破れとか水漏れとかを発見して更新する必要性が認められた場合はホースを購入していただけるということでよろしいでしょうか。健康福祉部長。2点ほど私の方に質問をいただいております。保育所のまず認可外保育所等の実態把握をきちんとできているのかというご質問でございました。それから子どもクラブに関する小学4年生から6年生までのニーズの把握、これをしっかりしてほしいというご質問でございました。まず認可外保育所等の実態把握でございます。これにつきましては詳細につきましては市長が答弁した内容でございますが、認可外保育施設につきましては県が年1回立ち入り調査を実施してございます。この中で指導監督を行ってございまして、その内容の一部をご紹介申し上げますと、例えば保育に従事する者の人数でありますとか、資格者の数、それから保育室等の構造設備面積、それから災害等、非常災害等に対する措置、あるいは保育室を2階以上に設ける場合の条件等々、そのほか保育内容、これはプログラムとか乳幼児の身体の清潔が保たれているか等々についてチェックをしてございます。その他給食、健康管理、利用者への情報提供、これらについて指導監査を監督を行っているところでございます。で、それに対します市の関わりでございますけれども、これは市もこれに立ち会う場面ございます。それから特に改善を要する施設等があった場合、あるいは事項があった場合につきましては、改善結果報告書、これを提出していただくことになりますので、この内容
も当然市も一緒に行って整理をする。さらに県は必要に応じて私どもの保育士あるいは保健師の同行を求めて、その認可外保育施設等に預けられた子どもさんの状況、こういったものを見るという現状ございます。でこれは内容については詳細をまだというか公表はされておりませんが、こういった内容において非常に問題あるケースの場合には私どもにも情報が入ってくるものというふうに考えてございます。それからあともう一つ、僻地保育所の問題あるわけですけれども、これにつきましては、指定管理してございますので、その中で、評価基準定めてございます。この中で運営からその経理等々まで毎年チェックを行っていると、こんな状況にございます。それから子どもクラブのニーズの把握についてでございます。これは議員お尋ねのとおり、待機児童いらっしゃるわけでございますけれども、今回の一体改革の中で、対象年齢が拡大されるということで、私どももそれに向けた準備をしていく、早急にしていく必要があるだろうと、詳細はまだ示されておりませんけれども、こういった中身をきちっと整理した上で、やはり拡大に向けた努力はしていく必要があるだろうと。で、議員から1年から3年までが4年から6年にシフトした場合に、その動向についてのご案内ございましたけれども、私どもの方でも、留守家庭児童調査というのをやって、過去にやってございまして、その中で見てみますと、やはり4年生から6年生までで自宅で過ごす児童の家庭、これ当然子どもクラブの対象年齢でないもんですから、非常に4割近くの方が自宅で過ごすという状況ございます。ただ高学年になってまいりますと、やはりクラブ活動でございますとか塾あるいはスポーツ少年団、これらの方に目が向いている場合がございますけれども、これに児童クラブ、子どもクラブが加わるということになれば、選択の幅が広がるということで、児童の健全育成あるいはご家庭、親御さんにも安心感を持っていただけるもの、そして仕事に専念していただけるものというふうに考えてございます。以上でございます。教育長。再度のお尋ねにお答えいたします。まず私どもとしては、幼児教育振興プログラムが策定されたのが20年度末でございますが、その後21年度以降、先生方教員保育士の資質および専門性の向上のための研修会の補助金を創設し独自にしております。そのほか心身障害児教育費の補助金を創設、あるいはまた運営費の補助を拡充、預かり保育の推進のための事業補助金を拡充するなど、幼稚園への支援を強めてきたところでございます。なお、ご指摘のようにすべての幼児が質の高い幼児教育を享受できることが最も重要でございますので、今般成立した子ども子育て三関連法の内容もこうした流れに沿っているものと認識しております。今後も幼保一体化に係る国の動向に注視しながら、より良い方向性を導き出せるように関係部局と連携を図ってまいりたいと思います。以上でございます。市民部長。地域の中にございます消火栓、それからそれに付随する格納箱、こういったものを活用して自主防災というものに活用できないんだろうかという趣旨のお尋ねだろうというふうに思います。ご案内のとおり、北会津と川東地区につきましては、消火栓そのものが地上式という立ち上がり式でありますことから、それをすぐに使えるようにということで格納箱が併設されてございます。ただ確かに老朽化もしてございますけれども、
これにつきましての取り扱いについては、実は消防署との協議の中で推理計画というのがございまして、その中では、格納箱等につきましては、新たな更新あるいは新たな設置はしないという定めになってございます。しかしながら現在存在する格納箱についてもまだ有効に使えるものというふうに認識してございますので、何らかの形で早急に確認点検を行いながら活用できるような方策を見出してまいりたいと、このように考えてございます。以上でございます。伊藤国議員。時間がないのでさっと確認しますが、新たな設置はしないが今ある、すみません、消防防災体制ですね、ホースなどは今後とも住民の活動に有効活用して、必要があれば新設するということで、更新するということでよろしいですね。市民部長。現在400戸近くのものがございますので、その点検には一定程度の時間を要すると思いますが、内容を点検しながら放出が使える状態であるものについては、それを使っての訓練も含めて有効活用していく。で、更新につきましては先ほど申し上げましたとおり、計画の中で新たに更新はしないと、整備をしないということになってございますので、それに代わる何らかの手段について、検討を進めてまいりたいと、このように考えてございます。ここで暫時休憩いたします。再開を11時25分といたします。